庭美希穂は日本のファッションモデル、アイドル。出生名及び、旧芸名は庭未来ラ愛知県出身。スペースクラフト所属。夫は日本テレビアナウンサーの田中武氏。2003年、ファッション雑誌、ニコラの第7回、ニコラモデルオーディションにてグランプリを獲得し、デビュー。2005年、トラ、由ナ岡本玲阿賀妻美和子 松本玲奈と共に、アイドルユニット、ニコモノとして、歌手デビュー。2006年3月、ニコモを卒業。2007年3月3日、ツンクプロデュースの、キャナーリークラブのメンバーとして、インディーズデビュー。ミッキーの愛称で呼ばれる。2010年2月より、スーパー戦隊シリーズ第34作、天層戦隊、五星ジャーニー、女戦士、モネ、五星イ,イエロー役で出演。 同番組出演時から、庭見き褒名儀に改めた。2013年4月より、日本テレビ系の朝の情報番組、ZIP の3代目お天気キャスターに就任。2013年9月、グリコ乳業、ドロリッチのイメージキャラクターであるドロリッチガールズ3期生に就任。2014年6月、第10回、好きなお天気キャスターランキングで総合2位。 わずか一年余りで、同世代、同性から高い支持を得て、女性部門では1位に輝いた。6月27日の放送をもって、ZIP のお天気キャスターを優退。その後は2016年3月まで、ショービズ、流行ニュース、ブーマーズの核、コーナーリポーターなどで出演した。2016年11月17日、自身のブログにて、 日本テレビの田中武史アナウンサーとの結婚を報告。29日に入籍。2019年8月、第一子を妊娠していることを発表。2020年1月16日に第一子の長男を出産したことを公表した。ニコラモデルオーディションに応募した理由は、愛読していたニコラで募集記事を見つけ、オーディションに合格すれば憧れていた東京に行けると、 考えたからだった。グランプリの獲得は想定外だったが、母親からの勧めを受けて、芸能界への道を進んだ。中高生時代は、学校生活以外は、芸能活動中心の生活だったが、ニコラでの仕事にやりがいを感じていたと述べている。シアリーディングの経験があったことから、転送戦隊、ゴセジャーではアクションにハイキックが取り入れられたほか 作中でチアリーディングを披露するシーンも設けられた。また、エンディングのダンス振り付けも言った。兄がいる。晴れ女を自称している。ありがとうございます。